バレンスホールディングスの崎本でございます。本日はお忙しい中、2023年8月期、第2四半期決算説明会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。それでは早速説明に入らせていただきます。本日はこちらの目次に沿ってご説明させていただきます。まずは会社概要についてでございます。バレンスホールディングスは2011年に会社を設立し、現在は国内外連結子会社10社、持ち分法適用関連会社1社、グループ合計12社で事業運営を行っております。スライドの右側は当社グループの事業ブランドでございますが、ブランド品、骨董品の買い取り、販売のみならず、不動産や自動車と事業展開を広げております。なお、2023年2月末付で株式会社ヨネ自動車を子会社化し、ヨネモータースが新たに事業ブランドに加わっております。また、より洗練された企業イメージ醸成のため、多くのラグジュアリーブランドの旗艦店が軒を連ね、流行の発信地である表参道へ2月20日に本社を移転いたしました。また改めてパーパスの方をご説明させていただきます。私たちはサーキュラーデザイン・フォー・ザ・アース・アンド・アース。日本語にすると地球、そして私たちのために循環をデザインするをパーパスに掲げております。2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにするというカーボンニュートラルが世界的に掲げられており、サステナビリティが非常に重要なテーマであると認識しております。私たちは世界中の実物資産を不要になった人から必要な人にマッチングし、物を循環させるサーキュラーデザインカンパニーであり、循環型社会における重要な取り組みの一つであるリユースを事業の中心に据えております。だからこそ、これまでのように売上利益だけを追求するのではなく、環境問題や社会課題を解決できる企業となるために、このパーパスのもと企業活動を行っております。そして、ミッションは大切なことにフォーカスして生きる人を増やすです。世の中を見渡してみると、あまりにも自分の人生を生きている人が少ないと感じています。他人や社会が作る正しさに翻弄されることなく、自分にとっての本当の幸せや豊かさを見つめ直すきっかけを提供し、大切なことを尊重して生きていく人を事業活動を通じて増やしていきたいというふうに考えております。そして2030年までに目指す姿といたしましては、サーキュラーデザインカンパニー、循環をデザインする会社として、バリエンスを中心に価値がグローバルで循環する世界を実現させ、新たな収益機会を創出してまいります。続いて2023年8月期第2四半期の業績についてご説明させていただきます。こちら2期累計のサマリーでございます。時計相場は下降トレンドが継続したものの、相場動向に応じて戦略的かつ機動的に粗利が確保できる販路の選択を行ったことや、小売りが好調に推移したことにより、売上総利益率は27%と、前年同期比0.5ポイントの改善となりました。相場の影響で時計の仕入れは苦戦したものの、オークション委託比率の拡大と小売施策により、GMV は前年同期比41%増加の370億円、売上高は前年同期比28%増加の336億円と好調に推移いたしました。また、人員拡充やオフィス移転の一時費用発生など、費用増加を吸収し、営業利益は前年同期比2.4倍の5億円と伸長いたしました。こちらは第2四半期業績は、の資料でございます。2期会計期間の売上高は前年同期比27%増加の163億円と堅調に推移いたしました。1クォーターで戦略的に小売在庫としてプールした商品を2クォーターで計画通り活用できたことにより、売上総利益は前年同期比33%増加の44億円、売上総利益率は27.3%と前年同期比1.3ポイント改善いたしました。販管費につきましては、オフィス移転の一時費用発生等もあり、前年同期比27%増加となりましたが、営業利益は前年同期比13.6倍の2億円の着地となりました。
先ほどご説明した通り、2期累計の売上高は336億円と、前年同期比28%増加、営業利益は前年同期比2.4倍の5億円となりました。次に、2クォーターのトピックスでございます。買取面におきましては、時計相場が1クォーター以降も下降トレンドが継続いたしました。これにより、時計仕入れは苦戦いたしましたが、バッグやジュエリーなど、その他のジャンル商品は、前年同期期間の仕入れ高を上回って推移し、仕入れ高全体としては前年並みの115億円となりました。出店につきましては、出店計画通り進捗しておりまして、国内1店舗、海外2店舗純増となり、店舗数は国内135店舗、海外38店舗の合計173店舗となりました。販売面につきましては、アリュー心斎橋店のオープンや、アリューオークション開催といった小売施策により、小売売上が増加、売上総利益率も向上いたしました。また、インバウンド回復への期待から、オークションの国内販売比率が上昇いたしました。なお、自社オークションにおける委託についても引き続き好調に推移しております。こちら、売上高、売上総利益率の推移でございます。2クォーターの季節要因、時計相場の下降トレンドにより、QoQ で仕入れが減少し、2クォーター売上高も QoQ で5%程度減少しました。YoY では売上高は27.4%増加の163億円となっております。仕入れが厳しい状況下ではありましたが、戦略的に確保した1クォーターの在庫を小売中心に販売し、売上総利益率は27.3%まで改善しております。続いて、仕入れ高、店舗数の推移でございます。当社の2クォーターは12月から2月と、通常四半期に比べて営業日数が少なく、雪や寒波等の季節影響等もあり、仕入れが伸びにくい傾向がございます。当期は下落傾向だった時計相場が1級より2級でさらに悪化したこともあり、時計仕入れが通常より減少し、仕入れ高は QoQ で17.1%減の115億円の着手となりました。一方で、前年同期比では仕入れ高は横ばいと、時計相場の影響を受けながらも、バッグやジュエリーなど、その他のジャンルの仕入れでカバーすることができております。続いて、販管費の推移でございます。2クォーターの販管費は前年同期比9億円増加の42億円となりました。現中期経営計画でも掲げておりますとおり、今後のビジネス発展を見据え、積極的に採用を行う方針であることから、当期も人員拡充は継続し、人件費は前年同期比2億円増加の15億円となりました。また、オフィス移転に伴う二重家賃の発生等により、地代家賃も前年同期比で約1億円増加しております。一方で、効率の良いマーケティング施策を取ることで、広告宣伝費のコントロール等も行い、直前四半期と比較すると販管費は約1億円減で着地しております。続いて、バランスシートの概要でございます。商品が前期末から約13億円増加しておりますが、これは1クォーターに仕入れが拡大したことに加え、2月末付で米自動車を BS 連結したことによるものでございます。借入金につきましては、仕入れ資金や設備投資、米自動車の M&A 等の事業拡大に向けた資金確保により増加しております。こちらは GMV の推移です。自社オークションにおける委託が引き続き好調に推移しておりまして、委託落札額は前年同期比4.3倍の22億円。自社オークションに占める委託比率は前年同期比13.5ポイント上昇の20.7%となりました。オークションにおきましては、国内海外パートナーが数多く参加していただいていることによって、競争率が上がり、高値で販売ができております。日本国内の認知もさらに大きくなっており、委託商品が増えてきておりますので、今後も引き続き委託の拡大に努めていきたいというふうに考えております。続いて、販路別の売上高推移でございます。アリュー心斎橋店のオープンや、アリューオークションの開催があり、小売売上高は
前年同期比14.3%増加の23億円となり、売上構成比は14%と、直前四半期と比べて約6%増加しました。小売りの強化は、売上総利益率の向上にも、寄与しております。また、自社オークションにおける委託が好調に推移したことで、自社オークションの手数料は前年同期比44.9%増加の6億円となりました。続いて国内、海外の売上高推移でございます。インバウンドの回復により、小売売上が増加し、国内の売上高は前年同期比21.6%増加の126億円となりました。また、海外売上高比率につきましても23%と依然高水準を維持しております。続いて、2B オークションの実績の推移です。国内のスターバイヤーズオークションは月4回、骨董品の8オークションは月1回、ダイヤモンド専門の香港のスターバイヤーズオークションは四半期に1回の開催としており、頻度に変更はございません。国内のスターバイヤーズオークションの月4回開催が安定的に稼働していることに加え、国内外のパートナー様の拡大、によってですね、落札率90%超と高水準を維持できております。続いて第2四半期のハイライトについてご説明させていただきます。資料をご覧の通り、スターバイズオークションのパートナー会員数につきましては、国内で2099社、海外で705社の合計2804社と、国内海外ともに好調に拡大を続けており、B2B 世界最大規模のオークションに成長することができております。また、スターバイズオークションにおける国内、海外の落札額の比率でございます。直近はインバウンド回復を見越した国内パートナーに積極的に落札していただいていることもあってですね、国内比率が引き続き上昇しておりますが、シーズンを通じてこのように海外パートナーによる売上比率が30%を超える水準で推移しているオークションには、日本にはございませんので、引き続き営業活動を積極化し、世界でも唯一無二のオークションに育てていきたいというふうに思っております。続いて、買取店舗の展開についてです。先ほどもお伝えしました通り、国内は年間新規出店数9から15店舗の計画に対し、順調に進捗しており、2クォーター末の国内店舗数は135店舗となりました。3クォーター以降も順次出店を行っていく予定でございます。また、海外につきましても、特に東南アジアでの出店が加速しており、2クォーター末の海外店舗数は直営店舗とパートナー店舗合わせて38店舗となりました。以上、ここまでご説明した通り、中期経営計画で主要 KPI としている項目に関して、第2四半期までにおける進捗はこのようになっており、FY25 の中計最終年度の目標に対して順調に推移しております。また、アリューオークションの開催につきましてご説明差し上げます。現在、顧客とのエンゲージメントの強化のため、効率施策に力を入れておりますが、2023年1月28日に当社グループとして初となる個人向けオークションであるアリューオークションを開催いたしました。銀座にある当社のプレミアム顧客向けのラウンジ、バロンにて、リアル開催に加え、海外からもオンラインで参加できる環境を整えております。国内の個人の富裕層に加え、スターウェイズオークションパートナーにも参加いただいており、今後はさらに海外からの入札を増やしていき、まずは日本でのポジションを確立していきたいというふうに考えております。今後は四半期に一度の開催予定しておりまして、次回は5月6日に開催予定となっております。続いて、M&A 完了のご報告でございます。昨年末に公表しておりました米自動車の M&A が完了し、2月末日をもって当社グループに加わりました。2月末に BS を連結しており、第3四半期からは PL も連結する予定でございます。なんぼやでも自動車の買い取りを行っておりますが、米自動車がこれまで蓄積してきたノウハウを活用することで、買い取り、販売をさらに拡大していけると考えております。我々の顧客データから、高級自動車と高級時計やブランド品は非常に親和性が高いという結果が出ております。
グループ間、さまざまなカテゴリーから相互送客することで、自動車事業の拡大のみならず、既存事業へのシナジー効果も期待できるというふうに考えております。また、米自動車は、正規代理店並みの技術力によって、高級輸入車の整備を自社で行えるため、顧客との定期的な接点を維持することができるという強みもあり、リカーリング型へのビジネス転換を目指す中、非常に重要な役割を担っていくと確信しております。続いて、第3四半期以降の取り組みについてご説明いたします。2023年3月より、スターバイズオークションにて、コラボオークションの機能を提供開始いたしました。コラボオークションとは、当社のスターバイズオークションサイト上で、パートナー企業様が一番主となってオークションを開催できるというサービスになっております。一番主となるパートナー様は、自分たちで買い主の開拓をすることなくオークションを開催することができ、また、写真撮影を含む出品作業、保管、配送業務は全てを当社が請け負う形になるため、出品の手間も省ける仕組みとなっております。買い主側から見ましても、スターバイズオークションサイト内で複数の市場を、オークションを見ることができるため、効率的な仕入れが可能となります。当社としては、DAC と同様、GMV 拡大に寄与するため、この後にご説明するフルフィルメントサービスの対象となる商品が増えることにもなり、収益機会を増やすことにつながるものと期待しております。続いて、フルフィルメントサービスについてのご説明でございます。これまでは、パートナー様に対して、スターバイヤーズオークションを通じて商品を販売するという一方通行の関係であり、継続的な関係性が構築できておりませんでした。それに対して、現在、スターバイズオークションで委託販売も請け負うことで、パートナーにとっての仕入れだけではなくて、販売面でのサポートもできる関係性に変わってきております。さらに、かねてより準備を進めてきましたフルフィルメントサービスを2023年5月にローンチを予定しております。商品を落札したパートナーは、その商品を自社で保管することなく、アリを含む当社が保有する小売チャネルでの出品が可能となり、その出品作業や商品の保管、管理、販売後の顧客への配送までも当社が請け負うため、落札パートナーの販売面での負荷も軽減できるというサービスとなっております。パートナー様の利便性を向上することで、プラットフォームの価値を高め、さらなるエンゲージメント強化を図ってまいります。最後に、通期業績見通しについてご説明させていただきます。第2四半期までの業績を踏まえ、下期の業績見通しについて精査いたしました。この後、詳細数値をお示ししますが、通期営業利益25億円の計画は変更しておりません。まず、外部環境につきましては、足元の時計相場も下げ止まり、回復傾向が見られるものの、前提として急激な回復は織り込んでおりません。また、金相場につきましても、高値で継続している状況ではあるものの、大きな相場の裏手による買取増加等は想定しておりません。次に、仕入れにつきまして、この後ご説明させていただきますが、当社の仕入れは、例年、季節要因やブランドの新製品発表等のタイミングということもあって、下期に伸長する傾向がございます。外部環境見通し及び当社の仕入れ傾向を踏まえ、第3四半期以降の仕入れは、前第3四半期並みの145億円レベルの計画を前提としております。トップラインにつきましては、仕入れ計画及び売上総利益率の見通しにより設定しておりますが、インバウンドによる回復は考慮せず、オークション委託比率の向上等は見込まれるものの、保守的に設定をしております。売上総利益率は、2期実績の27.3%水準を確保できる見込みであり、販管費については、第3四半期でテレビ CM を予定しておりましたが、ウェブマーケティングによる効率的な集客施策を重視することに切り替え、広告宣伝費の見直しを行いました。また、新規出店は、期初計画通り行いながらも、再3店舗の閉店を実施し、期首計画より買取店舗に関わる地代家賃や人件費等の削減が可能となる見込みでございます。
以上を踏まえ、期首計画売上高785億円、営業利益25億円に対し、売上高は第2四半期までの進捗等を踏まえ、750億円といたしました。先ほどご説明した通り、販管費を精査し、期首計画費10億円削減の179億円とすることで、当社のマネジメントアプローチで重要視している営業利益に関しましては、25億円と期首計画から変更しておりません。下期の業績見通しはこちらの通りでございます。見通しの前提としましては、先ほどご説明した通りですが、上期と比較して、売上高、各段階利益ともに、下期に大きく伸びる見通しとなっております。当社の業績が下期変調となる要因について、次のページでご説明させていただきます。こちらは直近3か年の営業利益を、四半期推移、半期推移で示したものでございます。四半期推移を見ていただくと分かる通り、2クォーターに落ち込み、3クォーター、4クォーターと伸長、半期推移では下期に大きく伸長していることがお分かりいただけるかと思います。特に2クォーターは年末年始や2月の営業日数が通常四半期より少ないこと、また天候の影響等もあって、例年当社推移では減少し、3クォーター以降に増加する傾向がございます。また、オークション参加パートナーがクリスマスや年末に向けた仕入れを夏頃から行うため、当社の業績は下期変調となる傾向がございます。先ほどのスライドでも触れましたが、仕入れは下期に伸びる傾向があり、今期も第3四半期以降、145億円程度の仕入れを見込んでおり、下期変調となる見込みでございます。時計相場に関しましては、現在、下げ止まり回復傾向にあると見ております。また、インバウンドの回復によって、国内パートナー様の買い意欲が旺盛になり、オークション相場が高まってくると、買取価格もより高く値付けできるようになるため、仕入れ回復に寄与してくるものと考えております。配当予想につきましては、期初予想の30円から変更はございません。以上で私からの説明は終了いたします。ご清聴ありがとうございました。